スタートですねスタートは2番ですね、2番の東口選手がねスタート出ました、地元で今日は野原選手ですね、野原選手が出ました、まだ動揺が隠せません東口選手、5番を連れて今日は走りますね、後ろには神田選手がついて、2番、5番、8番のラインですね。 そして中段なんですけども9番の畑選手が上昇ししてきましたね橋本選手いますから、うん、ここは9番、1番、6番のラインですね。最後方に松川選手、九州勢ですね4番、7番、3番のラインですね。松川選手の、ね、走りというのが F1 ではもう本当王者の走りをしてますからね,うねもうこれを特別競輪で G1 戦線でできれば、うん、またこれ、ね、<う>ランクも上がってくると思うので非常に楽しみですよね。 あとは畑選手と松川選手が同タイプなのでやはりこの2人がどう戦うかでねはいあのレースがまた変わってくるんですけどもま畑選手は久留米記念決勝には乗りましたけどももう少しねメリハリのレースっていうのが必要となってくるのでうんやはりその辺、このレースでね出せれば上位着に入ってくるのではないかなと思いますね。やははりでも先行するのはこののこ2番の野原選手がが確率が非常に の原選手、先行選手なんかもね、前回のあのコーチで500バンクをさに逃げてるわけだからね。ああ、そうですね。そう言われてみるとそうですよね。おお、カマシュなら400だからね、いいんじゃないかなと。ねえ、どうしてやっぱりこう意識するんだろうね、この勝ち上がりをね。ああ、そうですね。そこがまた特別スケの壁なのかな、松川選手のね、乗り越えてもらいたいところですけどね。大意きすぎるってですね。うん、そうかもしれませんね。ここで動いていくんだね。はい。 赤端前に動いて、まあ吸収税がね中断の四国税を抑えて、まあこれ野原選手もね、はい警戒してね、警戒して、まあでもやっぱりほら突っ張るもう先行どんと行くタイプじゃないけど野原選手としても戦いやすいよね。そうですよね。ここまではもうセブリー通りだから多分そうですよね。でここでまた叩きに行けばね、出れるはずなんですけどね。はい。 ただここで野原選手の誤算はここで畠選手がねちょっと突っ張り気味にいっちゃったのがここで引いてくるだろうという感じだったんですけども、うん、まあここでこれだけ踏まれてしまっては足使いますよね、うん、野原選手も。でもこうなったら今度松川選手のものじゃないかなと思うんだけどさ、うん、そうですねタイミングを見計らってねここはもう分け合っているところですからね。うん、まあこの3コーナーナ いけるのかなと思ったんですけどね、<ー>これね、9番にね自分から頭出しちゃってるんですよね、ここで止まっちゃうんですよ、うんだからここをね、もう少し乗り越える力があれば、畠選手もね、3着もね、来てますからね、これはまた足があるのでね、まあ、これは走り方がまた楽しみですよね、はいまあ、このような、えー、地元で1着の東口選手のレースでしたけどね。はい、はい